な。なんかでも別に国内でもいいよ、もう国内でもいいから、なんか旅行に行きたいわ。神社巡りしたい。あ、いいね。うん、私どっか行きたいって思ってたんだけど、あ、出雲大社。おー、行ったことないんだよ。あのさ、いい出会い、いい殿方との出会いをお願いする神社ってどこ？別に深い意味はないよ、全然深い意味ないんだけど、縁結びの神社ってこと？そう、全然深い意味ないんだけどね、別に私別に求めてるわけじゃないから全然深い意味はないんだけど縁結びの神社ってどこ言うね？どこ？え、ちょっと待って、今ググってるから。すごい気になって、あの別にあの気になってるのはそういう意味の気になってるじゃないんだけど、すごい気になってる。あ、出雲大社まさにそうやって。あ、出雲大社がそこ、行こう。じゃあ行こうね、行ってみたいよね、うん。あ、で出雲大社は恋愛以外の良縁も取り持ってくれるってめっちゃ万能じゃん。え、恋愛最強はどこ？まずそっからよ、恋愛最強はどこなの？深い意味はないです。深い意味はないけど別に全然気になってないけど、恋愛最強の神社はどこなの？声めちゃめちゃ張るやん。でも縁結びの神社一番って今ググったんよ、うん、一番最初に出てきたのはやっぱ出雲大社だわ。やっぱ出雲なんだ。ブヤリア充計画ってやる？シリーズもの。どうやって？どうやってやろう。何？礼儀作法から始まる？そこから？振る舞いからじゃない？だっていい女になれってことでしょ？いや、あなたいい女ですよ。だと思うけど。あ、ヒロさん、センキューフォーステッカー。まだね、広げれるよ、この話。まだ広げれる。この話まだ広げれたの。話変えるの早かった、今。え、じゃあさ、うん、いい女計画で一番最初にすべきは何だと思う？一番最初にすべき？だってもう全部 SS みたいなとこでしょ、私。何が足りないんだろう、私。すげえな、さらっとすげえこと言ったね。何が足りないのかな、私。困ったな。怒られる？大丈夫かな。みんな高評価押してってね、やめてね。大丈夫なはず。え、逆に聞きたい、私何足りない？みんなちょっと言ってごらんなさいよ、聞いてあげるわ。私に女として足りないことコメントしてごらんなさいよ。まあ SS の私だったら、ちょっと視聴者減らないでお願い。何が足りないかな。なんだろう、彼氏が足りない。うるさい、おしとやか、落ち着きで結構出てくるな。おいおい、かかってこいよ。もっと出歩いて積極的になれば絶対彼氏さんできると思います。だってコロナじゃん。ギャップに燃えるはずだと。今コロナの時期じゃん、外出れないじゃん。え、公園ぐらいは行かれんの？公園出会いあるか？人のいない公園行くもん、私。行けよ、なんかちゃんとしたところ。騒がしい公園あんま好きじゃないもん。もうね、やる気ある。あ、でもね、めちゃくちゃポジティブに考えたらさ、うん、ベアッチョがあまりに輝かしすぎて、うん、その辺の男の人が恐れ多くて声がかけられないとか。そういうこと？でもこの間ね、夜にね、出歩いてたら警察の人に職質された、うん、なんで？ちょっとこれガチな悩み相談していい？うん、私さ、あの通話越しは大丈夫なんだけど、リアルで男性に会うのちょっと最近苦手になってきてるんですよ。わかる、それ。なんか私さ、男性じゃなくてさ、人と会うのがなんか話せなくなってきた。あ、人はでも私男性だな。なんか特に若い人、ね、若いって言ってもその30代とか20代とかさ、引きこもってるからかな。かな。でもすごいわかるよ、あの話せなくなっちゃった。前そんなことなくてさ、極力関わりたくなくなっちゃった。だから今年お父さん以外に会ってないもん。ガチ。マジで。うん、まあでもな、いろんなとこに行けないっていうのはまあ確かにでかいよ。そう、かなり。正確にはお食事誘われたことはあったんですよ。うん、でもなんかビビってブロックしちゃった。
見てもうどうやったら彼氏ができるんやって本気で悩み出した人いるからな手強いでしょ私、手強いんですよ、手強すぎるよ。で壁がね硬いし高いのよあなたいや逃げちゃうんですよほんまに。そこさ一歩さ一歩勇気踏み出してさ、ちょっと1回だけでもさご飯行ってみるとかしたらどうなん。やだ、嫌なんかい、ね、ついてきていやそれそれ私が言ったら意味なくない。ちょっと無理だわ。こういう子いたわ学生の頃自分で好きになったらグイグイいけるのかな。うーん今の調子じゃちょっと無理だと思う。うん無理これね背中押してあげてもなかなかいかないと思うよ。だから根気が遅れるんですかね。そうかもしれませんね。いやー難しいねピアちゃん。難しい。どうしたら私結婚できる。そもそも結婚したいと思ったのかな私そこそこに戻っちゃダメだよそこをぶれちゃダメだって。なんか分からんくなってきた自分が。結婚しても家庭を支えれるんだろうか。 YouTube 理解してくれる人じゃないときついと思う私。うん、いやでもそれはそうだよ。うん、なんだろうね、でも YouTube、うん、あ初見さんいらっしゃい。 YouTube に理解がないと本当にでも無理だよね。だって YouTuber って結構特殊じゃん。そうなんだよね。だ普通に夜に例えば動画撮ってたりとかしても平気な人。あとさ、うん、動画以外でもさ例えばゲーム実況だったらそのゲームをさ進めたりとかさ上手くなったりとかの練習時間とかもいるからさ結構拘束時間長いじゃん。長いね。そこも理解してくれるかとかさ。それに加えて編集したりなんだりで、そう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 、結果やっぱりそのね仕事してる時間が割と長いよね。その練習時間とかもそこに含めちゃうともうやばいよね。やばい拘束時間やばい。私だって家族とまともに一緒に食事取れない時とかもザラにあるもん。そうだね。うん。で結婚どうしたらできる私。結論出た視聴者さん、みんな考えついたかな。考えた。私が何足りないのか考えてくれたうんって結婚は諦めたくない。男性に会う勇気じゃねって。まあそれはあると思うわ。会う勇気か。どうやったら求められるかに切り替えよう。難しいねそれ。ああ、ブヤさんは自立しすぎなのかもしれない。それはあるかも。あそれめちゃくちゃ言われるわ。ああ。それあるわ。あれあると思う。幼馴染にもこないだ言われたわ焼肉の時に。え、本当？だからすごい参考になるコメントくれてる人がいるんだけどさ。え、なになに？結婚って自分のないものを埋めるのもそうだけど自分の人生に彩りを与えてくれますよ。なので自分の送りたい人生を作ってくれそうな男の人を長い目で見つけるといいですって。素晴らしい。え、私どんな人生を送りたいんだろう。そこやん。とりあえず幸せになりたい。ざっくりすぎんか。私と私の家族を幸せにしてくれる人がいい。あーでも大事やな、うん、まあ持ちつ持たれつ。そう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 よそうよ。彩りか。あーでもすっごいそれわかるわ。そうだよ多分。そうそう彩り彩り。あーどんな人生を送りたいの。めっちゃ考え出した。めちゃめちゃ考え出したぞ。そうやな、誠実で家族思いで身内を大事にしてくれる人がいい。私が結構身内大事にするタイプだから、身内ないがしろにされるとめちゃめちゃ悲しくなるんだよね。なんかもう世界が違う人って思っちゃうんだよね。そうね、めっちゃ大事にしてくれるね。なんだかんだだって。長い付き合いだけどずっと大事にしてくれてるよね私のことも。大好きやでな。ええはいメリクリもっとのろけろやくれよ